鳥取大学前駅は、鳥取県鳥取市古山町南5丁目にある西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。駅名の通り、鳥取大学鳥取キャンパスの目の前に位置しており、特急、スーパー博都、白と観光列車、雨土、海藻、臨時列車を除いたすべての特急、普通列車と快速、鳥取、ライナーが停車する。 当駅を中心とした半径1キロメートル圏内に小、中、高校が5校あり、住宅開発も進んでいることから、鳥取県及び鳥取市の要望で設置された駅である。大学入試センター試験及び鳥取大学の入学試験の日には、鳥取駅から当駅市住民の臨時列車が設定されるが、当駅はホームが一面一線しかなく、隣の末、 久差し駅は折り返しができないため、宝木駅まで改装して折り返す。米子方面から鳥取大学前終着の臨時列車の場合は鳥取駅まで改装される。かつては当期間中に当駅を発着する臨時特急ビクトリー博とビクトリー稲葉が運転されていた。定期列車の増発により臨時列車の運行が困難なことから、 当駅始発の臨時特急は一旦廃止されたが、2011年には、ビクトリーファクトが当駅始発で運行されている。米子方面に向かって、右側に5両編成対応の短式ホーム一面一線を有する地上駅。地上駅ではあるが、地形の都合上、ホームは駅舎より一段下にあるため、改札からホームへは階段、またはスロープで降りるようになっている。 駅部分は第三セクターである鳥取開発公社が7000万円の建設費を全額負担し、鳥取県が1億1400万円を負担して、駅前広場と駐輪場を整備した。駅になる前は駐車場及び自動車学校の事務所であった。直営駅であるが、早朝と夜間に窓口が無人となる。改札外に男女別の推薦式便所が設置されている。駅前に ロータリーがある。鳥取市統計要欄によると2019年度の年間の乗車人員は70.6万人で1日平均の乗車人員は1929人と算出できる。近年の乗車人員の推移は以下の通りである。駅名の由来である鳥取大学の最寄り駅であると同時に鳥取空港への最寄り駅でもある。バス乗り場は 駅東側の道路上に鳥を前バス停があり、日の丸自動車により運転されている。このバス停は当駅開業前から存在している。かつては日本交通も運行していた。特急、スーパー沖、スーパー松風、快速、鳥、取、ライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。